人ラッシュフォード BIG6 巻で電撃移籍へ。DMTAK によると、FW ラッシュフォードに3クラブが関心を寄せているようだ。まず最初に名前が挙がったのはパリ・サンジェルマン。以前よりラッシュフォードに強い関心を寄せている。また、トッテナムを率いるポステコグルー監督も獲得を望んでいる模様。ウィンガーとしてもセンターフォワードとしてもプレイ可能な能力を高く評価しているという。さらに、今季限りでトーマス・ヘル監督が退任するバイエルンも、後任監督の意向次第ではラッシュフォード獲得に動き出すと主張。カスパに行ってカスパを終わらせろ。前線からの守備が戦術の一つなのにラッシュフォードを取りたがるポステコグルーが存在する世界線。批判されまくりのリシャルリソンよりラッシュの方が圧倒的にいらんやろ。絶対ポステコは望んでない。ポステコのサッカーで一番大事なのは頑張るだから。マンユーには申し訳ないけど、今のマンユー腐敗の象徴は間違いなくラッシュフォードだよ。嘘やろ。ラッシュはユナイテッド以外やったらどこがあるねん。致し方あるまい、この成績では。ラッシュフォードは放出でよろしい。雰囲気悪すぎ。監督と一緒に出していい。ガルナチョいるから平気。見た目や態度が PSG でハマりそう。欲しいチームいるのか？